はい、今日はローソンで唐揚げくんを買いました。今ご当地うまいもんシリーズで深谷ネギっていう味が出てました。こんな感じですごく可愛い唐揚げくんです、ね、頭にネギ乗ってるのめっちゃかっこよくて、しかも、ね、色も可愛いですね。はい、中はこんな感じで今増量中だったので1個余分に入ってます。はい、では早速いただきます。見た目はいつもと一緒ですね。いただきます。あ、すごいな、ネギ味どんなのかなと思ったら、あの焼き鳥のネギマを食べてるような感じですね。これね、唐揚げ1個かじった時なのにネギの風味しっかりしてます。うん、さっぱりとした味ですごく美味しいです、ね、ネギ味美味しいです、はい、多分これご当地メニューになってるんで期間限定だと思います。気になる方はお早めにこの可愛い焼き鳥くんじゃなくて唐揚げくん見に行ってあげてくださいね。はい、では以上です。ご視聴ありがとうございました。